回訪れるのは諏訪湖のほとりで異彩を放つこちらの洋風建築、国の重要文化財にも指定されている建物なんですが、ゆうちゃん、はい、諏訪湖周辺ってさ、昔はすごく製糸業が盛んだったんだって。そうなんですね、うん、製糸って絹糸ですよね。そうそう、昔日本一のねシルク王国って言われたくらいで、今でもその歴史を感じさせるスポットがたくさんあるんだってよ。そうなんですね。今回向かうのは片倉間、中央道諏訪インターチェンジからおよそ15分です。ケイさん、レトロで素敵な建物ですね。そうなの、ここはね、はい、国の重要文化財で片倉間って言うんだよ。そしてね、はい、お風呂があんのよ。繊維風呂っていうの。文化財にお風呂ですか？うん、想像つきません。温泉施設なの実は。すごい楽しみね。製糸業で名を馳せた片倉財閥によって昭和3年に建てられた片倉館。まずは館内を見学、並木さんに案内していただきましょう。赤絨毯も照明もレトロですごい素敵だね、うん、そう、すごい調度品の数々。昭和3年に建てられたんですね。製糸業で栄えた、当時あのシルクエンペラーと呼ばれてました、はい、2代片倉兼太郎、地域の皆さんにお風呂入っていただいたり、こちらを使っていただいたり、そのために建てられたものなんですね。でもずっと長年こうね、はい、現役でも続けるの大変ですよね、はい、片倉の家訓にですね、はい、売らない、貸さない、壊さないという家訓がございまして、すごい、でずっとあの94年間維持してお使いいただいてるんですね。最盛期には国内に58個の工場を有し、あの富岡製糸場も所有していた片倉家。ゆうちゃん、ゆうちゃん、けいちゃん、すごい、こんなに広い204畳の和室もあるんですから豪華ですよね。片倉館はですね、当時のお金で、ね、80万円今の価値に直しますと15億円から20億円の私費でですね建てたものです。すごい、すごい規模が違う締めはお待ちかね仙人風呂へ。ロマンを感じさせる西洋風の美しい湯殿、なんと深さが 1.1 メートルもある、立ったまま入れるお風呂だそうですよ。いやー、もう本当気持ちいいね。まさか文化財で温泉に入れるとは。本当だね、シルクエンペラーに感謝だ感謝。気持ちいい。歴史もお風呂もどっぷり浸かりました。この番組はもっと安全にもっとスムーズにネクスコ中日本の提供でお送りしました。東名多摩川橋インフォメーションセンター、リニューアル工事の最新技術や工夫をご紹介。東名リニューアル多摩川橋で検索。次回は長野の美味しいところ店ところテラス。